私はビニエッタ・バレンシア、最初の質問に答えるわね。そう、あのビニエッタ。でもあなたより上だなんて思ってない。スナップギャブのフォロワーが300万人でもね。はあ、今は300万人もいるの？っていうか、そうよね。もちろん私もあなたの投稿はチェックしてる。あなたとは気が合いそう、レア。ね、あなたのことレアって呼ばせて。ぴったりの名前でしょ。コスチュームデザイナーのリーダーにはこのリングアメガールズとは違って、なんでこんな仕事に応募したわけ？あなたの投稿こんなに素敵なのに。あなたのことを調べたの。あの朝のギンガムチェックのサンドレスの写真が特に良かったわ。フォロワーの数もなかなかすごいじゃない。新人にしてはって意味だけど、私あなたには特別な力があるって確信してる。それ本当？光のパレードはこのパークで一番大事なイベントよ。100人を超えるキャスト全員を素敵に見せるのがあなたよ。ああ、忘れる前に言っとく。そこに物を置かないで。スマホは特に。理由はともかく、これ超大事なルールだから。いい？ラリティ、アップルジャック、ダーリン、農場の仕事はどう？最高だよ。家族と一緒に昔ながらのやり方でアップルソースを作るなんて、これ以上ない幸せだね。足動かすんだよ。そう、よかった。それを聞けて嬉しいわ。私もあんたが新しい仕事をもらえて嬉しいよ。まあそうね。すごく大きな仕事。あんたならヘマしたりしない。あなたが心配で電話したの。私は緊張してるとかそんなんじゃないのよ。ただこう思ったから、あなたたちみんなでパレードの初日を見に来ないかなって。 VIP のチケットで特別招待よ。もちろん行くに決まってるじゃん。あんたの晴れ舞台を見逃すなんてありえない。アップルジャック、ダーリン、もしもーし。エクエストリアランドのオープン初日。マジどこ行く？アパルサワイルド、ウエストスタンドショー、ナイトメアブーのお化けの城、もう全部行きたい。ちょっと待った、ラリティが参ってるみたいなんだ。まあ無理もないけどさ、だって友達が一人もいないところで頑張ってるんだもん。私だったら一人であんな仕事を引き受けたりしない。まあとにかくラリティを手伝ってあげようよ。うわあ、あの人何のキャラクター？やだ、キャラクターじゃないわよ。彼女はヴィニエッタ・バレンシア。スナップギャブの投稿がすごく人気なの。たまにログインしてたら知ってるはずなのに。私の今日のカップケーキシリーズも見てないじゃない。彼女飼ってるウェルシュコーギー犬の写真もよくアップしてるのよ。それに世界中のトップアスリート全員と友達みたいだよ。私は知らない。面白い科学の投稿しかチェックしてないから。これが彼女の写真？砂に埋まってまったり。これが私のやり方。来て見て写真をアップ。ねえ、一体どうしてこんな写真に2万もいいねがつくわけ？ハッシュタグ前髪。さっぱりわかんない。ただいい写真を撮るために時間を使うなんて何が面白いんだか。ここにいたのね。コスチュームデザイナーのリーダーのご登場だ。そう、おっしゃる通り。でさ、親友がそばにいないのに一人でよく頑張ってるから手伝いに来た。ちょっと待ってね、ビニエッタ、こっち来て。ビニエッタ・バレンシアと知り合いなの？知り合いかですって。彼女はパークの一番の親友よ。セルフィーしよう。あなたのスマホでいい？私の最近調子悪くって。どうも、あなた最高。